いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。上田です。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、札幌ビールより1890年、昭和23年に完成です。エビスビール紅茶をご紹介したいと思います。こちらビールの本場、ドイツに輸入した貯蔵用機械をドイツ市の下で、1890年、昭和23年に完成させた。このエビスビール、その後海外でも評価が高め、1971年昭和46年にはドイツのビール純粋令により、戦後初の麦芽 100% ビールエビスビールを世に送り出しましたという商品です。以来副原料を全く使わず、上質な原料だけでエビスを作り続けているという商品です。はい、こちらご紹介したいと思います。この金のね、このラベルがすごいじゃないですか。アルコール度数は 5% の非熱処理です。バイエル産アロマホイップをふんだんに使用、熟成に時をかけ仕上げます。深いコク、豊かな味わい、ビールを知る人のビールですということで、そして先ほども言った通り、ビールかな、これ、アルコール度数は 5% で、カロリーは42キロカロリー、糖質が 3g、 植物繊維が 0〜0.2g となっております。開けていきたいと思います。さあ、この間の札幌ビールを飲んだんでね、ではいただきます。また札幌の黒ラベルとは違うね。まあどっちかで黒ラベルの方が飲みやすいけど、まあこれも美味しい。ちゃんともう麦の味がしますね。やっぱ贅沢のビールですよ。もう純粋なビール楽しみたい方はこのエビスビールいいですね。やっぱ伝統ってすごいし、こうやって引き継がれてるから、どっちかといったら、もうさっきも言った通り、ドイツのビールをもうに基づいてやってるビールですので、どっちかといったら本場のビールに近い感じですね。いやー、ビールはなかなか飲めないからな。これはもうここです。文句はございません。ぜひビール好きにはたまらない一品となっております。このエビスビール、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。しかも熟成しております。通常のビールの 1.5 倍のかかるこのエビスビール、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いな、ためになるなって方は、ぜひチャンネル登録、高評価、カレンダーも見てくれれば喜びます。では、じゃあね。